はいえー、全国の公立高校入試のうちの難問をここで皆さんと一緒に考えながら解説をしていくって形の動画にしていきたいと思います、えー。これは2021年の大分県の公立高校入試です。じゃあいきますね。右の図のように、これね、ひし形 ABC。ひし形ってことは4辺等しいんですよ。ひし形の定義は4辺等しくて、さらにこれ平行四辺形です。だからこれとこれ平行、これとこれ平行ね。それがひし形ね。で 対っていうことはもうこれ直角に交わってるひし形っていうのは対角線は直角に交わるのでそれは知ってる前提ね知ってないとこれは解けないですよ直角に交わってるよと対角線はねでえっ、ー、とで、まま、これ問題読んでもらったら分かんんだけど、ま、P を BC 上に取ってこれとへ AB と平行にこう引くよとこうやって平行に引いてください、ま、P はどこに来るか分かんないけどとりあえずこれ平行ね で、その交点を PEFG と定めるといいか。で、P は B の上にも来ない、C の上にも来ないっていうふうに書いてます。いいでしょか。で、1番。三角形 ABC と、これね。左側のこの大きい三角形ね。と、三角形 FPC、これね。この三角形とこの三角形の相似を言いなさいと。これが1番ね。じゃあ、ちょっと2番とか言いますね。じゃあ、えっ、ー、と、これは模範解答ね、こうあるんだけども、 これをじゃあ、ちょっと読む形でいきますね。いいですかはい、じゃあいきます。一番、こう、ちょっとアップしますね。アップした方がわかりやすいと思うので。いきます。じゃあ、三角形、この ABC ね。三角形 ABC と、三角形 FPC においてと。まず、共通な角。これ共通ですね。共通な角より、角 ACB イコール角 FCP ね。これが一番と。で、次。AB 平行 FP。 より平行な線の同位角つまりこの角とこの角は同位角この角とこの角は同位角平行な線の同位角は等しいから角 ABC イコール角 FPC ねじゃあ以上2つより対応する 2, つ2組の角ねこれ共通でこれとこれが等しい2組の角はそれぞれ等しいから三角形 ABC と三角形 FPC は相似ですいいですかねそれがこれねいいですかね じゃあ、いいですかね。じゃあ次、2番。難問はね、2番なんですよ。2番の2なんですよ。難問は、はい。いきます。AB が5、AC が6。じゃあ、ちょっと図を書こか、ねはい。じゃあ、いきます。AB が5、AC が6ね。あ、間違った。AC で斜めか。ちょっと待ってね。AB が5、これ6ね。 とすると。三角形 BPE の面積と BP ってこれね。この面積と三角形 EOF、この面積は等しいと。等しくなるように点 P を取りなさいと。いい。この面積とこの面積等しいと。で、1番。BO。この BO ね。この BO の長さを求めます。これ実は三平方でいきますね。三平方の定理。で、2番。三角形 AFG。この面積出しなさいと。これね。これはちょっと難問だったかな。これちょっと難問中の難問です。 いいですかねじゃあいきますじゃあ、ね。これアップでいきますよ。アップしながらもう口で言います。はい。じゃあいきます。これね分かんない時は今の一番過去一番の掃除を使うんですけどもだから今掃除これこの三角形とこの三角形掃除ねこれ後々使います。絶対使います,いいですか、ね。じゃあいきます。えー、っとこれ5と6分かりますね。で6ってことはこれ3ですよね。3ね。で これ5なんだけどさっき言ったように7型っていうのは4辺に等しいので5これ5ね。ということは35だから3平方の定理でこれ出ますね。あれちょっと6入ってないか。5ね。これいいかな。これが3ね。6の半分の3ね。35だから3平方の定理で5の2乗以降ー5の2乗から3の2乗を引いてルートをつければいい。じゃあもう要は。 3対4対5が分かっていればもう暗算っていうか計算しなくても4ですねじゃあ一の回答 BO は4ねこれ4ねこれ4で2番三角形 AFG これはねこの長さ分かってないから分かりづらいんだけど分かんない時はね1番に戻るんですよこの三角形とこの三角形相似あとね この三角形とこの三角形は面積等しいって書いてますね。じゃあそれ使いますよ。いきますよ。今この面積が6って出ました。六ね。六って出ました。この面積実はね、実はね、これとこれ等しいんだから、これと一緒ですよね。行きますよ。この面積の6っていう、この面積三角形は、この面積と一緒ですよね。なんていうか、これをパカッとこっちかあの置き換えただけだから。じゃあこれも六な、面積6ですよ。で、 この6の面積とこれ掃除だったですよね。でこのでっかい面積何ぼですこれは6ですよ面積。これは六ね。これ何ぼですかね今のこの6の2倍ですよね。12? いい。面積が6対12ですよね。ということは面積、面積が1対2ってことは、だから今、6対12ね。 ということは、面積、面積、面積比っていうのは、えっ、ー、と、変、変の比の2乗2乗だから、ルートロ、だから、これ1対2ですよね。面積比ですよ。面積比が1対2ってことは、これ、ルートつけて、ルートつけたら、1対ルート2。つまり、変の比は1対ルート2なんですよね。わかりますだって、変の比が1対二だ、あ、一対ルート2だったら、2乗2乗して、面積比は1対2になると。いい。じゃあもう一回言います。面積比が、これ、あ、面積、これ6の面積ね。面積6。 でこれが十二と。ということは面積比は一対二ですね。ということは辺の比。これ対これは一対ルート二ってことですね。だからこれが一に対してルート二ね。一に対してルート二と。ルート二ね。だからルート二に当たるのが五ね。だからこれがルート二ね。ということはここの BP 何倍ですかね。ルート二引く一だから、えっ、ー、とルート二引く一ね。あくまでり比ですよ。 これが1だったとしたら、これルート2-1ね。ルート2-1。はい。じゃあそれが分かります。ということは、これが、これと等しいですよね、当然ね。じゃあこれルート2-1ね。あ長もう一回見ますよ。長さじゃないですよ。あくまで比ですよこ。これが1だとしたら、これが1だとしたら、一だとしたら、これルート2-1ね。はい。それが決定的です。じゃあいきます。えー、っと、いきますよ。これが1ね。じゃあ今度ね、この三角形と、 これね、えっ、ー、と PFC ねと AFG 比べてください掃除分かりますよねこれ平行なんだからね錯覚等しい、ね、錯覚等しいもしくは同位角も等しいだからこのちっこい三角形と求めるこのちっこい三角形とこの,この大きめの三角形は相似です相似ですで相似比はルート2-1対1ねルート2-1対1とじゃあ面積比は2乗2乗ですねじゃあ今書きますよ これにルート2引く1対1だったと。ルート2引く1対1ね。じゃあそれ変な比はそうだから、えっ、ー、と面積比は2乗2乗だから2乗しますよ。えっ、ー、と、これ2乗します。そしたら2、2引く2ルート2プすス1だから3、3引く2ルート 2? だから3あ写ってか、3引くえー、っと2ルート 2? 引く二ルート2対1といい。それがだから、えー、と結局ね引く二ルート2対1ね。でこの面積が結局6なんだからイコールじゃあ求めるのを、まあ、t, t にしましょうか t 対6と。いいだから、えー、とこ,こ,のこの面積は6って分かってるんだからこの面積対この面積は。 これ対これねつまりこれ対これですよこれ対これつまりこれ対これが t 対6とじゃあ今から t この面積 t を求めましょうだからえ内閣の積イコール外閣の積 t イコール6倍のこれね33引く2ルート2じゃあこれは回答です答えはえっと18引く、えー、12ルート2これは回答です18引く えっと二ルートにあこれ十八引く十二ルートにね十八引く十二ルートにっていうふうにしてくださいいいっすかねじゃあ向かいますよえっ、ー、とね流れ的にえー、とっと括弧二の一はこれ三平方でこれ四が出ますで次は丸二番この面積をだけど流れ的にこれとこれを掃除が言えたと掃除費は分かればいいとで掃除費どうやったかっていうとまず この面積がは出てるとこの面積はここの部分とこの部分同じ面積なんだからこれに書き換える。あだからこの面積とこの面積が一緒。でこれが6だから面積ね。じゃこれも面積6と。六ね。でえとでこのでっかいやつはこれね。この面積を2つ足してるだけと。12と。じゃ六面積比は6対12と。じゃあ1対2ですね。面積比が1対2だったら長さの比は。 変の比、ね、はルートつけてルートつければ1対一対ルート2ね 1, 1対ルート2ということはここの長さはルート2-1でここねルート2あくまで比でいいですよルートく1ね一対ルート2-1でここはここと一緒といいそしたらこれが全体的にえっ、ー、とあこっかこれが1ねこれがこれが長さ1だったこれルート2-1でそれぞれ 掃除の三角形だから二、えー、乗すれば二乗を変の,の比を2乗2乗すれば面積比になるから面積比がル、えート2-1の2乗対1の2乗で3く2ルート2対1ねそれがこっちが面積6だったとでこれの面積何ぼですかとそういう流れねじゃ答えは1 8く1 2ルート2じゃあもう一回言います。 1>, 1番これね2番の回答がそれぞれこれが4これが18引く二あっ12ルートにね12ルートにっていう回答を導いてくださいいいですかねはいじゃあ以上になります